レオポルト4世フリードリヒは、11世紀から続く、ドイツの貴族、アスカニア家の出身で、アンハルトデッサウ公、後に統一アンハルト公国の統治者。アンハルトデッサウ公聖子フリードリヒとその妻で、ヘッセン・ホンブルク・ホーハク・フリードリヒ5世の娘である、アマーリエの間の長男として生まれ、父が早くに死んだため、1817年に、祖父のレオポルト3世の後を継いだ。 1848年革命の際には、デッサン公国に憲法を制定することを余儀なくされた。この憲法は1849年には廃止されたものの、1859年には新憲法が制定されている。レオポルト4世は1847年、四次のいない同族のアンハルト経天皇派員リヒより、経天広国を相続し、 アンハルト・ベルンブルク公国とも相続に関する協定を結んだ上で、1853年にアンハルト・デス・サウ・ケ天テン公国を創設した。アンハルト・ベルンブルク公アレクサンダー・カールにも子供がなく、その死後はレオポルトがアンハルト諸公国を統合することが決まっていた。1863年、アンハルト・ベルンブルク公爵家の断絶により、 レオポルト4世は統一アンハルト公国を創設した。1818 18年4月28日、ベルリンにおいて、プロイセン王子、ルートビヒの娘フリーデリケと結婚し、間に4人の子女を設けた。妻フリーデリケは、ハノーファー王ゲオルク五5世のイフアネでもある。ありがとうございます。